クールカンブレスは、フランスの東部、オーベルニュローヌアルプ地域圏の都市で、案県の県庁所在地である。隣接都市人口を含めると、約6万人、都市圏としては10万人の人口を要する。ジュラ山脈の西側、ドンブ地方の北東に接する。町は、ブレス地方の森が多い平野地帯にある。ソウル川の支流である、レースーズ側の砂岸に位置する。気候は、 寒い冬と暑い夏が特徴の反対陸性気候である。降水量は大半が夏に集中する。ブールカンブレスは異なる名前を付けられた過去がある。フランス革命中にはブールレジェネレ、そしてエピーコールドール、エピーコールダンと3度名が変わった。革命が終わると本来のブールの名を取り戻すが、これはもともとブレスで話されているアルピタン語の防具に由来するものである。 ブレスのを意味する EN ブレスが名に付けたされたのは1955年3月31日以降である。ブールには古代ローマ時代の遺跡が残るものの、当時のことは知られていない。ブールカンブレスが都市の直居を得たのは1250年である。15世紀初め、この都市はサボヤ公爵によってブレス地方の首都と定められた。 1535年にブールカンブレスはフランスに一旦帰属したが、サボイア公爵、エマヌエーレ・フィリベルトによって奪取された。エマヌエーレ・フィリベルトは、ブールカンブレスを城塞として強化したが、間もなくこの都市はアンリ4世によって6ヶ月間に渡り包囲された。ブールカンブレスのフランスへの帰属が確定したのは1601年で、ある。参照元、1999年まで、 イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。